オバマ大統領のモノマネをしている、ブラウン・レジー・ブラウンは、アメリカ合衆国の俳優、モデル、ライター、コメディアン。バラク・オバマアメリカ合衆国大統領のモノマネで、知られている。これまでにテレビショーや、政治集会などで、オバマのモノマネを披露している。イリノイ州シカゴ郊外のメイウッドで生まれた。オバマと同様に母親は、白人で、父親は黒人であった。 高校時代より、ショーン・コネリー、ビル・コスビー、ザ・ソプラノズ・愛宗のマフィアの登場人物、トニー・ソプラノなどのモノマネを始めた。高校卒業後は、イリノイ大学アーバナ・ジャンペーン校へ進学、しかし大学を休学し、7年間プロのモデルをしながら、全米を回った。 その後大学に戻ったが、すぐに演技とナレーションを学ぶためシカゴのアクティングスタジオに通った。そして、ラジオ番組に出演したり、地元のテレビ局、ホマック TV でライターをしたりした。21歳の時にオバマに似ていると指摘され、彼のモノマネを特訓し出した。全米にオバマのモノマネで登場したのは、フォックスビジネスのスタスルで2012年。 アメリカ合衆国大統領選挙に出馬表明したテキサス州選出連邦会議員ロンポールとの討論であった。続いてニューメキシコ州知事のゲイリー・リー・ジョンソンともスタスルで討論を行った。2011年6月18日ルイジアナ州ニューオーリンズで行われた共和党の集会では2008年アメリカ合衆国大統領選挙で オバマ大統領が掲げたスローガン、イエス・ウィキャンに変わる2012年、アメリカ合衆国大統領選挙でのスローガンは、アイキルド王様だと、同年のウサーマビン・アーディンの殺害、オバマ大統領の母親が白人であることから、黒人歴史月間を、オバマ大統領が、半月だけ祝っているといったジョークを連発した。 ミネソタ州選出上院議員、ミシェル・バックマンについて語ろうとしたところで、マイクのスイッチが切られ、彼のパフォーマンスは中断された。その後も6月19日、WWE キャピタル・パニッシュメントのペーパービューで、オバマのモノマネを行った。現在カリフォルニア州ロサンゼルスに住んでいる。ニュースワンの取材に対して、共和党、民主党のいずれを支持するとも答えていない。 ありがとうございます。